イケベチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。パワー DJs 渋谷の担当、一つ柳と申します。本日はスマートフォンやタブレットなどで簡単に DJ が楽しめるようになるアプリ、レコードボックスモバイルの紹介をいたします。レコードボックスはもともと PC のアプリ、PC のソフトウェアとして、皆さん使っていただいてましたが、今回発表されたこのレコードボックスモバイル、こちらを使うことによって、どなたでも簡単にモバイル機器で DJ を本格的に始めることができるようになります。さらにこのレコードボックスモバイルは DJ コントローラー、例えばこの DDJ Flex 4、こういったものと接続して、さらにですね、使い勝手よく DJ を楽しむこともできるようになります。本日はこの接続なども紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になっていってください。それではまず、お持ちのスマートフォンや iPad などタブレット、こちらにレコードボックスモバイルをダウンロードしてみましょう。レコードボックスモバイルは App Store や Google Play などからダウンロード可能です。レコードボックスで検索して、まずは無償でダウンロードをしてみてください。レコードボックスは無料でダウンロード可能です。無償版のレコードボックスでも DJ は行いますので、まずは無償版のままで DJ を楽しみましょう。ダウンロード方法は一般的なスマホアプリと同様です。インストールが完了しましたら、アプリを起動させます。レコードボックスモバイルだけで DJ プレイをすぐに楽しむことができます。レコードボックスモバイルは、スマホの縦画面と横画面、いずれでも使用することができます。無償版でお楽しみいただく場合には、縦画面の場合ですと DJ を普通に行っていただくことができます。横画面で使用する場合は、無償版のレコードボックスですと5曲までの使用が可能ですので、無償版でレコードボックスモバイルを楽しむ方は縦画面でまず挑戦してみましょう。また後ほど紹介します DJ コントローラー DDJ Flex 4とスマホを接続すれば、無償版のレコードボックスモバイルでも無制限で横画面の DJ プレイを行います。では実際に曲をロードして再生と簡単にミックスを行ってみましょう。こちら現在 A のトラックを再生しております。この AB にしますと、中央にクロスフェーダーが出てきますので、この部分でどっちの音を出すか、これも選択できるようになります。それでは B のデッキを再生します。クロスフェーダーを使用することで好きな方のデッキの音を再生できます。さらにここにイコライザーが用意されておりますので、イコライザーを使ったミックス、これも行えるようになります。無償版のレコードボックスモバイルではこのように簡単なミックスを縦画面で楽しむことができますので、まず使ってみたいという方はこちらの画面から試してみてください。スマートフォン単体だけでレコードボックスモバイルを楽しむ場合は、有償版にしていただきますと曲を無制限で演奏することができます。もしスマートフォン単体だけでの DJ を考えている場合は、この有償版の導入もぜひご検討ください。この横画面のレコードボックスですと、かなりいろいろな機能が、追加されております。ちょっと試してみます。まず曲を再生いたします。この画面上部のフェーダーのボタンを押すと、このように、縦フェーダー、そしてイコライザー、こちらが使えるようになります。オンとオフを使って自由に切り替えが可能です。そしてエフェクター、ここもかなりいろいろなエフェクトが楽しめます。フランジャーやリバーブ、エコーで曲を
だんだん終わらせる、そういったこともできるようになります。そしてレコードボックスモバイルには様々な効果音を鳴らす機能もついております。このボタンを押すことによっていろいろなサウンドの種類が出てきます。ホーン音やこのような効果音ですね、サイレンなども収録されています。これらはもちろん曲を演奏しながら使うことが可能です。このようにレコードボックスモバイルがあるとどなたでも簡単に DJ を楽しむことができるようになります。ただこれちょっと使ってて慣れてきますとより本格的なプレイを楽しみたい、そしてもうちょっとこう正確に DJ プレイを行っていきたい、もっと DJ っぽさを出したいっていう風な、希望が出てくるかと思います。そのような方におすすめなのがこれから紹介いたします DJ コントローラー DDJ フレックス4になります。この DDJ フレックス4はレコードボックスモバイルに対応しております。こちらの DJ アプリですね、レコードボックスモバイルと組み合わせることでより使いやすい使い勝手のいい DJ プレイが可能になりますので、この接続方法もご紹介いたします。モバイル版レコードボックスとDDJ フレックス4の接続に関しては USB ケーブルと電源アダプターが必要となります。 DDJ フレックス4に給電する用の USB ケーブル、 Type-C から Type-C の USB ケーブル、そして、電源アダプター、こちらは 9V 3A USB パワーデリバリー対応のものを選んでください。スマートフォンとDDJ フレックス4は Bluetooth での接続が可能です。今回の動画では iPhone と DDJ フレックス4を Bluetooth で接続し DJ を行ってみます。それではまず DDJ フレックス4と USB ケーブルを接続します。 USB ケーブルはこのコンセントのマークがついてある USB-C 端子を使用します。こちらと USB ケーブル、そしてもう片方の USB ケーブルをアダプターと接続し、これを電源タップに接続します。電源が供給されるとこのように DDJ フレックス4が点灯いたします。これでまず DDJ フレックス4の準備は完了です。それでは続いてレコードボックスモバイルがインストールされた iPhone の設定です。まずレコードボックスモバイルは横画面にしてください。この横画面になっている状態で中央のレコードボックスマークをタップします。そうしますと、Bluetooth のマークが出てまいりますので、こちらをタップします。するとこのように電源が入っている DDJ Flex 4を読み込みに行きますので、こちらを接続します。はい、これで接続が完了しました。この状態で DDJ Flex 4のBluetooth の下の緑色のランプ、こちらが点灯していれば接続が OK です。iPhone と DDJ Flex 4の Bluetooth 接続が完了すれば、いよいよこれで DJ プレイが楽しめるようになります。では早速やってみたいと思います。スマートフォン単体でも DJ は楽しめましたが、このように DDJ Flex 4がありますと、自由にレコードボックスモバイルの操作を物理的なつまみで行うことができるようになります。エフェクターの操作も パッドを使って行うことができるようになりますので、よりプレイがしやすくなります。曲のテンポに関してもこのシンクボタンを押すことで曲のテンポを合わせることができるようになります。
このように DJ のミックスも素早く行えるようになりますので、この DJ フレックス4とレコードボックスモバイル、このアプリの組み合わせでパーティーやイベントなどで活躍、音楽を流すことが非常にやりやすくなります。いかがだったでしょうか。今回はこのレコードボックスモバイルのご紹介と DJ コントローラー DJ フレックス4との接続について説明させていただきました。ご覧いただきました通り、レコードボックスモバイルとこのフレックス4を使うことによって、どなたでもシンプルに簡単に DJ プレイを楽しむことができるようになります。この接続の方法や、やり方などに関しましては、パワー DJs 渋谷店頭の方でもお試しいただけます。もし気になる方がいらっしゃいましたら、お手元のスマートフォンと、お持ちいただいて、こちらの店頭の DJ フレックス4でお試しいただけますので、ぜひ気軽に、店頭の方までお越しください。本日はご視聴誠にありがとうございました。もしこちらの動画、気に入っていただければ、いいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた、DJ 機材の紹介でお会いしましょう。今回は誠にありがとうございました。